もう少し話していくか。俺もお前とゆっくり話してみたくなってきた。だが俺には自分が特別だって自覚はあまりないんだ。結局のところ俺も一人の人間でしかない。だがお前からは不思議な求心力のようなものを感じるんだ。お前についていけば間違うことがない。だいたいそんな感じだな。そうだ、明日一日俺に付き合ってくれないか。連れて行きたいところがある。そうか、それじゃあ明日の朝部屋に迎えに行くぜ。俺もいい加減眠い。それじゃあおやすみ。俺はここでお前に助けられた。あの時お前が来なかったら確実に殺されていただろうな。正直言うとあの時は半ば諦めていたんだ。戦争ばかりだったが、まあ悪くない人生だった。もう何も俺の役目は残されていないだろう。それは大きな間違いだった。あの子に出会って自分にはまだやり遂げなければならない使命があると気づかされた。お前というきっかけがなければその全てはあそこで終わっていた。俺は死んであの子も恨みを抱えていただろう。確かに俺も俺なりに努力した。だがやはりお前がいなかったら今はなかっただろう。感謝してるぜ。でもどうしてわざわざここまで。一度ここをゆっくりと見てみたかったんだ。俺は魔法の消去が終わったら一度ゆっくりと一人だけで自分の足跡をたどってみようと思う。ルインチャイルドとして覚醒して以来戦うことしか頭になかった。だが全てが終わった今ならいろいろと忘れてきたものを拾い集めてこられるような気がする。ヴァレリー様、そして最後にここを見に来る。その時にお前ともう一度会いたいんだ。本当の親友としてお前と会えると思うからだ。さあ戻ろうぜ。夕食を食べ損ねちまう。イライザ様、お久しぶりです。今アリシア様の報告が終わったところです。それはお疲れ様。お互い戦争が終わってからの方が忙しくなっちゃったわね。今夜は屋敷に泊まるんでしょ。はい、その予定です。それじゃあその時にゆっくり話しましょう。よう、久しぶりだな。今日帰ってきたのか。イライザ城の護衛でイグレジアスとマーキュレーを往復するだけ。これといって何もない一年だった。そっちの方は小さないざこざを何度も止めたんだってな。風の噂に聞こえてきたぞ。そんな活躍を何度も耳にしてたから、お前に顔向けできるようにと俺も任務に気を抜かずにやってこられた。俺たちが目を光らせることでイザコザの抑止力を得るからな。せっかく勝ち取った平和を続けることが大切なんだしな。お互い頑張ろうぜ。
とはいえ、せっかくの休暇だ。今までの疲れを吹き飛ばすつもりでパーッとやろうぜ。今日はみんなも屋敷に集まる。お前の土産話が目当てらしいぞ。久々に夜通し語り合おうぜ。